も秋山ペイソンです。はい、ドゥーンということでですね、本日なぜこのような格好をしているかと言いますと、僕ですね、山梨県出身で山梨県のソフトテニス県大会優勝してるんです。ということでですね、今からソフトテニスを始めようと思っている方に、僕なりにソフトテニスを教えていきたいと思うんで、皆さんぜひ参考にしてください。まずですね、グリップの持ち方なんですけど、この V の字になってるラケットにこう指をこう添えてあげる、 V の字に同じようにね。でこれをどんどん下げていって、この付け根の部分、グリップの付け根っていうか一番下の部分ですね、こちらに合わせてこう握ってもらう。これでもう完了なんですよ。まあこれが基本的な、グリップの持ち方で、こう構えて、フォアハンドですね。フォアハンドなんですけど、まずまあ構えはこうですね。フォアハンドの場合、右足を後ろに下げてもらって左足を前に出す。でフォアハンドはこう、まずね、こう振りかぶり方はね、人それぞれなんですけど、まあできるだけこう大きく、僕なりですね、僕はこう結構ラケットを立てます。ラケットを立てて、でもボールが来たら右足にまず体重をかけて、左足に体重を乗っける。で打ち返す。でここで重要なとこなんですけど、まずこのラケットを首に巻きつけることが大事です。なぜかというと、これね、このまま中途半端にここで止めてスッて終わってしまうと、結構ね、肩を負傷します。ここでね、負担を抑えるためにこう肩に巻きつけてあげる、首に巻きつけてあげる。これでね、肩の負担もね、なくすことができますので、でより良いね、こう精度で球を打ち返すことができます。こうバンって、これがね、基本的なフォアハンドの打ち方です。まあ、あくまでね、僕のやり方なんで、真似する人もいれば真似しない人もいていいと思うんで、ぜひね、参考になった人はね、グッドお願いします。もしね、参考にならないと思った人はね、グッドお願いします。どちらもね、グッドお願いしますってことでね。まあ今からね、ソフトテニスを始める方いらっしゃいましたら、この動画をぜひ参考にしてみてください。以上です。ご視聴ありがとうございました。